本日紹介するのはこちら。竹の今うんとアクア純米吟醸酒は、爽やかな酸ケース桃や梅のような香りと、癖のない少しこもった甘み混じりのアルコールっぽさがあり、薄めた蜂蜜や花の蜜のような甘み、薄めた梅酒のような味の響きがあって、冷やして飲むと乾杯にちょうどいい日本酒。お見かけしましたら、ぜひお試しください。いつもご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録、フォローお願いします。